止まらなかった鷹の超ヒットパレード、みんなびっくりのホークスこぼれ話スタート。まずは守護神の森投手からいきましょう。9回に登板するとタイガース打線を次々に抑えていき、見事1回を三者凡退。なかなかストレートのスピードが上がらないなんていう話もありましたが、はい、昨日は140キロ中盤のボールで三振を奪うなど状態上がってきています。今年も9回よろしくお願いします。そして森投手の前にはこの人が帰ってきました。そう、8回の男モイネロ投手。まずは先頭バッターをストレート、カーブ、さらにストレートという黄金のコンビネーションで3球三振に仕留めると、フォアボールでランナーを許したんですが、最後はカーブで三振。さらに走ったところ甲斐キャノン炸裂、流れるようなプレーであっという間のダブルプレー。もう安心して見られるこの信頼感ね。8回9回はモリネロコンビにお任せです。一方の攻撃陣、圧巻だった4回の攻撃を見ていきましょう。始まりは2番の佐藤直樹選手からでした。打ち上げた打球、センター前進前進、これどうなる、落ちました、ヒット。全速力で走っていた佐藤選手はすかさず二塁を落とし入れます。ナイス走塁。そして続く3番の柳田選手、左中間へと上がった打球、レフトとセンターの間にポトリ、これでねまずは1点を返します。さらに続く4番グラシアル選手は右中間への素晴らしい当たりを飛ばし、これで2点目。さらにここで迎えるは5番の栗原選手。なんて気持ちいい、打った瞬間という当たりはライトスタンド一直線。怒涛の4連打で4点目を挙げます。そしてまだまだ終わらない鷹のヒットパレード、今度は松田選手。栗原選手のホームランからわずか1分後、マッチの2者連続ホームラン。さすがはお祭り男、盛り上がった時は外さないんです。そして今年初のアウト、アウト決まりましたね。そしてその後も今宮選手がヒット、さらに牧原選手も内野安打でつないで、最後の締めはなんとこの回2打席目の佐藤直樹選手。見事なピッチャー返し、これで今宮選手帰って6点目。この回だけでなんと8本のヒットを集める素晴らしい集中攻撃となりました。さあ、そんな攻撃陣でもひときわ元気だったのが松田選手。ホームランの次の打席でもこの当たり、センターがそらしたのを見ると全力疾走、二塁を蹴って三塁へ向かう。さあ、これはどうなる、判定はアウト。結果こそアウトだったんですが、マッチが元気だとみんなが盛り上がるんですね。ちなみに今年初のお披露目となったこの熱男ポーズなんですが、ベンチで一番興味津々だったのはなんとガルちゃんことガルビス選手だったんです。もうまるで少年のような瞳で、どうやるの、腕の角度は45度ぐらいなの、どうかな、こんな感じ。